ッツアピューチューどうも、ソーシュミュージックとビビです。はい、ということでですね、まあ本日、はい、4月2日ということで、もう春ですね。春ですね、桜も咲いてます。もう花見シーズンですよ、皆さん、ね、土曜日ということで、まあ堀江も人がみんなバーベキューとかやるんかな。違う撮影もあるね。違う撮影もなんかやってはりますよね。まあ、いい季節ということで、まあ、暖かくもなってきましたので、はい、なんとはい、ということで本日なんですけども、まあ、先日、まあ、3月の頭ぐらいかな、に募集いたしました、はい、スナップ撮影会というのをですね、ちょっとやっていきたいなと思います。思います。で、まあ、今回どうしたどうしたんですか。テンションめっちゃ高い。めっちゃ高い。にやけてんないい季節やん。せやね、あったかくなってきて、せやろ気持ちもちょっと、うん、どういうことやっていこうはい、ということで、まあ、今回なんですけども、まあ、応募、ですね、まあ、20名、うん、まあ、募集をかけていたわけなんですけど、まあ、実際のところはね、難しいこと、難しいで、ちょっと20名選べるぐらいの人数は難しいかなっていう状況やった。せめて10名は選べれるかなと思ったんですけど、はい、でもやっぱ メール送るじゃないですか、通知送るじゃないですか。そうですね。で、そこからまずもう連絡がどうしてもね、ない方もいれば、まあ、遠方の方だったりとか、そう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 、ちょっと当日ここに来れなかったりとかっていう ね方もいられましたので、ちょっとまだ難しい方のかなっていう。そうですね、ちょっと残念やったんですけど、うん、まあでもこれを機にね、まあちょっと今後、まあ、頑張っていきたいなと。そうですね、まあ、ただその企画自体もね、まあ、集まらなかったと、まあ、人数20名集まらなかったとはいえども、応募していただいてる方がですね、まあ、もちろんいるわけで、で、あの今回、まあ、僕たちがその通知送れなかったこと方も含めて、あの応募していただいた方に関しては本当にありがとうございます。そんな中で、まあ、送ってどうしてもそういう風にちょっと何言ってます、いけない状況、都合上難しかった中でも今日ね、来ていただいている方がいます。はい、ここからそのスナップ動画撮影会ですね。そうですね、まあ、ちょっとインタビューも挟みつつ、やっていきたいなと。で、ここにね、まあ、インタビューする内容っていうのはまとめておりますので、これをもとにインタビューの方していきたいなと思います。イエイ、オッケー。じゃあ早速やっていきますか。早速やっていこうはい、ということでまず一人目の方はい、ということでどうも、どうも、はじめまして。今日はウォーズマンみたいになっちゃってる。はい、全員隠れてるねやっぱね、個人情報やなんでね、守らないと、守らないとあかん。じゃあまずは簡単な、プロフィールですね、お名前の方からお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、名前はイチと申します。イチさん、はい、はじめまして。はじめまして。年齢はおいくつ。年齢は23です。23。はい、ということは何かお仕事もされてるね。はい、いいですね。会社員。会社員、はい、はい、いいですね。ちなみに本日は、はい、どこからお越しになられたの。はい、僕は静岡です。静岡。いや、ほんまありがたいことですよ。本当にありがとうございます。本当にここ大阪ですからね。大阪ですからね、はい、何時間かかりました。新幹線で2時間ぐらい。おお新幹線おおやばいね。やばいやばいわ。ほんまありがとうやわ。ほんまに、なんか大阪来る予定とかあったんですか。そうですね。あ、今日ありました。あ、よかった。なんかそれだけで安心するわ。いやいや、これのために来てくれたってなったら、もう出さなか。なんか新幹線で払うわ。じゃあですね、まあ今日の、まあ、ファッションのポイント、というところをちょっとお伺いしていきたいんですけど、何か、はい、本日のファッションのポイントは。ポイントはそうですね。ブルーが好きなんですけど、綺麗な。はい。で、この好きな。青。ああ、なるほどね。なるほどね。いや、いい、バッチバチや。バッチバチ。色合わせ。色合わせ。バッチバチ。バッチバチ。やばい。わかりました。ピッサ、好きなブランドとかって、はい、あったりしますか。好きなブランドは、そうですね。基本的に、ストリートブランドが好きな。まあ、ルビラーだったりとか、
でも僕は個人的にこのロイヤル T シャツ、ここっすよ、これこれやばい、可愛かった、思ってそこだけなの、ここだけなの、いや、おしゃれですわ、受けてる僕も見習わんとね、ちょっと勉強させてもらいますわかります。じゃあその、まあ、ファッション、というところなんですけども、何かそのこだわり、ファッションに対するこだわり等があればちょっとお伺いしたいと思います。基本的にトップスの色とキックスの色とバッチバチですね、バッチバチやいいですね、なんか黒とか白とかって多分どこのお店買っても結構黒白やないけど、青とか赤とかって店によったら色変わるやん、ちょっと変わるよね、あれやんな、濃い青だったキャップ、赤、黒、あの靴に合わせてやったけど、よう見たら違うみたいな、それ難しいよね。なんかこの辺とかってなんか対策とかってなんかやってる、なんか買いに行く時とかどうするの。いやもう見て靴と色ちゃうかったら素直に諦めるからね。それでもネットって難しいね。ネット難しい。なんか同じものやのに、あの出してるお店によってその光の加減とかで色ちゃうかったりすると、どっちが本物かわからんくなる。あるある。はい、じゃあですね、まあファッションお金かかるじゃないですか、やっぱり。まあ、特にキックスとかでもそうなんですけど、気になる、それその質問面白い、俺も気になる、気になるやろ、これ俺が作ったんすよ、みんなに聞いたんねん、この質問って何、はい、毎月ファッションにいくらぐらい使ってます、毎月まあ、もちろんその月はあまりとか、その月めっちゃ買うとかあると思うんですけど、平均で大体でも1万からとか、結構使ってるのはいったね。まあ、でも靴一足ポンって3万とか買ってもうたら、まあ、まあそれだけで、ね、考えたらそうだ。ビビどんぐらい使う？いや俺でも毎月で平均で考えると多分3万ぐらい。あ、ほんまに？うん、どうか3万5万ぐらい。なるほど。まあ、これね、ご覧いただいてる方もちょっと参考になるんじゃない？ありました。まあこれ YouTube ですよね。YouTube ですよね。はい、普段結構 YouTube って見ますか？見ます。あ、見ますか？お前。あ、休みの日とかね。はい、何をしたお前これ一番気になるやつ。これ俺が作ったやつ。YouTuber なんで。わかりました。じゃあ好きな YouTuber。まあ YouTube 結構見られるということなんですけど、好きな YouTuber ね。もう何でもいいんですよ、ほんまに、うん、よく見ます。今、目の前に、おー嬉しい、本当に、いや、ほんま、ありがとうございます、ありがとうございます。直接言われるとめっちゃ恥ずかしい。恥ずかしいじゃん、嬉しいって言うやん。めっちゃ嬉しいよ。うわー、ありがとうございます。はい、ということで、まず一人目の方はイチさんということで、ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。はい、はい、ということで、はい、ではでは1人目の方、インタビューを終えたわけですけども、はい、面白いね、こういうのやってるの。面白い。なんかこう、見てる側の意見を聞けるというか、やっぱりやってよかったよね。え、うん、やっぱりやってよかったよ。これをね、今後企画として継続してやっていきたい。あとその視聴者さんのね、うん、絡める交流っていう、交流、まあ、お二人じゃないけども、まあそんなんね、いい感じ、まあ感じ。嬉しそうやな。楽しい。本当は。天気もいいしね。そう、うん。今ちょっと曇ったけど。曇っちゃったけど。まあ、天気はいい。めっちゃ曇って。今のうち、うん。はい、ということで、じゃあ二人目の方ですね、はい。早速出ていただきましょう。じゃあ二人目の方。はい、どうも。はい、どうも。こんにちは。じゃあこちらよろしくお願いします。では簡単なプロフィールを教えていただきたいんですけども、はい、お名前は、お前は匠です。匠さん、はい、匠さん、お願いします。おいくつですか？20歳、今年成人した。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。若いね、20歳って。20歳って考えた、洒落てるな。ありがとうございます。20歳の時どうなんやった？ボンです。
野球やってたから。ああ、ちょっと坊主でした。何やねん、たぶんジャージやったもん。そうやな、ジャージかスウェットかやったもん。キックス何やった？キックスね、エアフォースの白のロロボ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 ロ。よくある、学生でよくある。学生でよくある。もうね、バイトでもそれ履いてやってましたけど。ビビ逆に肌すんの？まっしぐらいですね。何に？服の関係の。ああ、お仕事ね。じゃあ今、二十歳ということなんですけども、はい、学生さんぐらい？はい、今、学生、大学生です。はい、いいね。青春ですね。だって、周りも周り勝ったとか。あ、そうなの。そんなんやな。うわ、さっき履いてるやんみたいな。やばいな、それやばいな。じゃあですね、はい、早速問題に入っていきたいんですけども、はい、本日のファッションのポイント。ファッションのポイント、もう黒が好きなんで、うん、黒を結構集めて、うん、で、こうモノトーンな感じで、かわいいな、知ってますね。かわいいですよ、カバーがいいですね。好きなんですよ。もともとシュプが好きでじゃなくて、アンダーカバーが一番好きだった。あー、いいところからシュプを買ってくね。間違いない、シュプからじゃなくて。そこかぶとは思うんですけど、好きなブランドですね。そうですね、まあ、ナイキはもちろんなんですけど、だね、まあ、アンダーカバーとか、あとはギャルソンも。いや、いいっすね、ギャルソン。これもこれはなんかグートデザインショップっていう、また違う、ギャルソンとは違うなんかね、うん、なんていうジャンルですね。そうですね、になるんですけど、こうギャルソンとアンダーカバーが好きですね。いや、かわいいところですね。はい、ということで、まあ、4月に入ったということなんですけども、今なんかその欲しいファッションアイテム、まあ、どんな小物とかでも何でもいいんですけども、なんかあったりされますか？まあ、そうですね、ネックレスでは。ネックレス？ネックレスですね、アクセサリー。あー、まあ、ゴローズがめちゃくちゃ欲しいんですよ。で、東京しかないじゃないですか、うんうん、それが買えなくて、で、行ったとしてもやっぱ並んで買わないとダメなんで、うん、そう、それを今。いいね、ゴローズいいね。なんか増えていくのがいいですね。そうなんですよ、うん、まず1個からスタートして、はい、で、また何かの自分のね、そう自分にプレゼントする時が、はい、うん、確かにずっと残るし、あればね、価値観すごいですね、あれ、ね、つけてる時もすごいっすよね、あれ。いつかは欲しいっすね、僕らも。何かネックレス持ってはるんです？いや、僕持ってないんですよ。そう、全然持ってなくて、ちょっとね、また切れたよね。まあ、持ってて切れたんですよ、はい、ボーンフックって言って、はい、サメの、はい、あ、知ってましたね、やつをしてたんですけど、紐が切れて。サーファーなん？もともとサーフィンもやってて、最近全然行けてないんですけど。すごい、かっこいい。いやいやいや、僕なんて、僕なんてもう、僕なんてもうはもう恥ずかしい恥ずかしい。まあ普段毎月ですね、はい、まあ先ほども聞いた質問なんですけども、普段毎月ファッションにどれぐらい使ってますか、お金？ファッションは月に3万ですかね。やっぱ学生なんで、でも本当にバイト代を全部そっちに使うっていうのもあるんですけど、でもまあ一人暮らしをしてて、食費だったり、あと家賃とかいろいろあって。ありますね。自炊とかされてますか？あ、してます。今でされてるんですか？全くです。毎日外食してますね、僕。俺とケイスケが弁当男子。へー、うん、お弁当男子。毎日あ、でも僕は作ってもらってます。ですよね。ケイスケは胸作ってんな。すごいよね。わかりました。はい、じゃあ最後の質問ですね。はい、普段 YouTube、はい、見ますか？見ます。お、いいですね。じゃあ好きな YouTuber は？ソースミュージック。イエッ、ソースミュージック。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。でも、ソースを省いたら他は？省いたら、うん、はじめ社長。ああ、300万人突破やで。日本一ですよね。日本一。じゃあ結構昔から YouTube とかって見られてたんですか？ずっと見てて、結構昔から見てたんですけど、で、そうですね、最近ソースさんの YouTube
て、でそっからずっと見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、たくみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでですね、まあ、スナップの撮影、させていただいたわけではございますが、はい、まあ、今回初めての、まあ、スナップ撮影会で、まあ、ご覧いただいている皆様にね、まあ、集まっていただいてということで、まあ、絡めることがね、まあ、今まであんまりなかったですね。確かに、うん、そういうところをまあちょっと話せたのがちょっとまあ良かったかなと思います。また今後ですね、まあ、チャンネルがもっと大きくなれば、あのまたやっていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。あと参加されたあのお二方にもそうですね、ご協力いただきありがとうございます。ではでもこれでね、終わってしまうとね、まあね、もったいない気もするので、まだまだ明るいですね。そうで、せっかくなんでいつも通りの、せやね、今来てるのが堀江なんで、スナップの声をかけてやっていこうかなと思います。でもなんか足りなくない？そうですね、いつもやったら、うん、もう一人いますね。いますよね。出しましょう。出しますか。出しましょう。いっせーので、はい、こんにちは。はい、どうも。どうも。またかちゃん。お名前は、ゆきです。そう、いつもね、この3人で企画をしてるコーナーなので、ゆきちゃんも一緒に。そうですね、一緒にやりましょう。緊張する。そう、ええやろ。もういけるでしょ。慣れへんわ。まあ、慣れへんよ。まあ、慣れ慣れへんもんやで。ほっけ、ほんまやって。もうカメラ見れるようになったよ。おー、見てみて。もうちょっと、今度な。見てみて。やれやろ、やれやろ。はい、まあ、こんな感じで、まあ、3人で、まあ、雨村、堀江にも、まあ、人がね、まあ、通ってきた感じ結構いましたよね。うん、結構いっぱいいましたね。ね、エイプもショップもあるし、うん、してるヒトラーもね、うん、あの結構バチバチな方がいたので、ね、ちょっとバチバチな人をお会いできればいいですね。うん、声、はい、をかけていきたいなと思います。思います。はじめまして、ありがとうございます。ちょっと簡単にですね、プロフィールなんか教えていただければなと思って。プロフィール、まあ、言える範囲で。ニックネーム的な。ニックネーム、恥ずかしいですね。はい、了解です。わかります。今日のですね、ファッションのポイントなんかポイント、あれば、いやいや、買ったもん着てるだけなんで。お気に入りをね。あ、お気に入りです。なるほど。そうですね、まあ、好きなブランドとかもしあれば教えていただきたいな。それはもうもちろんこれです。ホワイト、やばいですね。なんかこうファッションに対するなんかこだわりとかってあったりしますか？こだわり、極力かぶりたくはないんですけど、かぶりますね、これ。あ、やっぱり、怖いです。まあちょっと今、キックスもですね、まあやばいキックスも流れてるんで、どうかどうかわからないです。今なんか欲しい、まあ4月入って、まあ、あるということなんですけども、なんか欲しいファッションアイテムとか、なんかそんなものでも。いやどうでしょう。あ、ブーストの色違いが欲しいです。あ、350で。そうです。ブラックとかですか？あ、そうですね、ブラック欲しいですね。いいっすよね。もうパチモンデーが欲しいです。あ、結構もう見るからにパチパチなんですけど。いやいやいや、シンプルです。なんか毎月だいたいどれぐらいファッションにお金使ってますか？いやこれ毎月でしょ。毎月。いやでもそんな使ってないですよ。そんなに
10日編ぐらい結構ですか結構使ってますね。普段 YouTube って、まあ、これ YouTube の動画なんですけども YouTube って見られたら知ってますか。あんま見ないんで今日から見ようかなと。 ありがとうございます。どんな動画やったら見たいなと思います。どんな動画、でまあ人にね迷惑かけん程度のねまあファッション系がいい。あ、そうですね、ふざけすぎるからね大丈夫、人に迷惑かけない程度で。そうですね。こんにちは。こんにちは。お名前は。坂本さん、よろしくお願いします。年は18です。18歳。今学生さんです。高校卒業して次行く専門。ちなみに何の専門学校。ファッション。あ、ファッションの。本日のファッションポイント自分今日は知る。今日はオフなんですね。はい、わかりました。本日のファッションに対してこだわり、まあ、今日はラフな感じってことですかね。わかりました。で、今、まあ、狙ってるものとかもしくは欲しいアイテム。イージーですか。おーの、どっちですか。350。750の方。普段ファッションに対していくらぐらい使ってますか。給料の750。めっちゃ使ってますね、それ。結構使ってますね。もう服も靴も毎日買っちゃうから。そうっすね。なるほど、わかりました。で、YouTube 見ますか。 YouTube あんま見ないな。あんま見ないな。もし見るってなったら、まあ、さっきちょっとおっしゃっていただいたスケボーとそういうのもスケボーか、靴は。わかりました。ナイキの CM であったり、靴のスニーカーであったり、今回バッて捕まえてしまいましたが、あのよかったら投資ネットっていうのをチェックしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。Today's fashion points. Black and white. Oh, black and white. Yes. Oh, sure. Easy boots. Oh, yes. My favorite brand is maybe Supreme. Supreme. Oh. Easy boots. Easy boots. Yes. It's my second shoe. Yes. Okay, Thank you. Thank you very much. はい、ということで、まあ、僕の動画を見ていただいているということでですね、まあ、声をかけていただいたんですけども、はじめまして。はじめまして。じゃあちょっとお名前、ニックネームでもいいのでお名前聞いていいですか。カイスケです。カイスケくん。カイトくん。カイトくん、はい、ありがとうございます。おいくつですか。12です。12。かっこいい。10、小中 1? 今年もうちょい中1。ギリギリや。若いな。いいですね。なんか今日のファッションのポイントとかって何かあったりされます。一応全部黒白でまとめてます。いいですね。いや、まず90です。はい、いや、まず80。うん、外しを入れてるとやばいですね。週1にしても外しをやってるとえぐいですね。わかりました。なんかこう好きなブランドとかなんかあったりします。スキューシーとラルフローレン。なるほど。中一でラルフローレン。ピル着てた。着てない。着てないよね。じゃあ好きなブランドは。スキューシーとスリーム。スリーム、やっぱりね、末恐ろしいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。まずお名前いいですか。力です。力です。年齢何歳。20歳。20歳。若いですね。職業はダンサーです。ダンサー出た。2人目さっきも1人いた。ちなみにジャンルは何。ヒップホップ。ヒップホップ。そこにもダンサーを。あ、元ブレイクにしました。本日のファッションのポイントは。今日はヒースヘリング。ヒースヘリング。 T シャツと後ろ背中の。おお、うまい。それ気づいてなかったもん。好きなブランドはキースヘリング。あ、そうそうそう。まあ、なんやろ。まあ、いろいろ。なんでも。ストリートとかでも。ストリート系なら。ファッションに対するこだわりなんかありますか。こだわりは、いいやろ。なんかでも、ワンパターンじゃなくて、なんかいろいろ、こう、BK もやれば、綺麗めもやれば、いろいろ取り入れる。なんかあんまりこう一つにとらわれない。とらわれないで。ちなみに今欲しいファッションアイテム何かありますか。まあ、ちょっとダメージ入った感じの T シャツ集めて。普段ファッションお金
上限どれぐらい出せるとかやったり。毎月。月ですか。はい。平均でも。8万ぐらい。結構使いますね。はい、こんにちは。こんにちは。早速始めたいと思います。はい。じゃまず、お名前は。あっちゃんさんです。あっちゃんさんです。かいぴょん。かいぴょんさん。はい。年齢もし言えたら何ですか。年齢は25。はい。19歳、はい、ちなみに、あ、先にじゃあ職業、職業は建設業。建設業。企画デザイナー。本日のファッションポイント、ファッションポイント、やっぱショートパンツですかね。ちょっと見えないですけど。見えてない、見えないですけど、すいません。後々見られること。そうか。あれ、かいぴょんさんの、かいぴょんさんのポイントは、今日はスポーティーな感じで。いや確かに、いつでも踊れそうな。ブラック&ホワイトと。お前ね、踊れないですけど。今欲しいアイテムは何ですか。あー、俺はリュックですかね。リュック、リュックな。ちなみに候補みたいなあります。候補絶対これ狙ってる。いやもうほんま、もうブランドとか好きなブランドとかあんまなくて、実際に見て、そうですね、手に取ってみたいな、あ、これええなみたいな。一番あれ通販とか難しい。ああ、だからほんでネットでなんかめっちゃ可愛いなって言って一個あったんですけど、だからもう手に取りに行ったり。確かに。で判断したいです、検討したいですね。でからでしょ、リュック。いいですね。いや私ですか、デュースの T シャツ。デュース、デュース、デュースって分かりますか。デュース、デュース、レディースですか。いや、あ、メンズとは。メンズです、もうメンズしかない。メンズも、あ、じゃあそれをわざと、で、それをちょっと大きめにとか、ぴったりも分かる。結構細身なんです。あ、もともとか。でも結構人気で。ファッションにいくらぐらい。もうほぼ仕事しとうから、あんま、もう最近買わんけど、5万ぐらい。あー、靴とか全身合わせたらね。春服やからいろんなアイテム買えるけど、冬とかに一発で終わらないので、何から十？結構しますね。月々によって。最後に、YouTube 普段とか見られますか？たまに。たまに。好きな YouTube は？YouTube はヒカキンさんしか知らない。ブンブンさん。ブンブン。まあいや、ヒカキンさんとかあるでしょ。ボイパーですね。ボイパー、ボイパー、ボイパー。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでちょっとやばいキックスの履かれてる方をちょっと見つけましたので、ちょっと声をかけさせてもらったんですけども、はじめまして。お名前ってお伺いしてもよろしいですか。はい、藤本です。藤本さん、はい、年齢は27です。27歳。職業とか、まあ、簡単に。カフェ。カフェ。なんか今日のそのファッションのポイントとかっていうのは何かあったりされますか。いや別に普段変われへんのやばい J6ダレットでということなんですけども、今日はもう奥さんも一緒にいられて、まあ、ちょっと映ってないですけども、まあ、一緒にお揃いということで、奥さんとそのなんかキックスですね、まあ、スニーカーとかって結構合わせられたりしますか。なんかちょいちょい合いますね。奥さんもスニーカー好きなんですね。最近ハマってきました。ちなみにスニーカーって結構普段から買われますか。結構買いすぎなぐらい買ってて。マジっすか。ちょっと買うのやめます。今持ってる中でなんですけども、なんかスニーカー、これは一番ヤバいかなっていうスニーカーってなんかあったりされますか。750。イージーブーストのカラーは何。ブラックです。ブラック、一番ヤバいやつですね。これは履かれてますか。はい、どこにでも履いてる。いいね、いいですね。もうコレクションにはしないで。あ、もうしっかり履いて、はい、いいですね。履くっていうところがなんかこだわりとか。例えば、ファッションにちょっと長めのタケとか。あ、レイヤーが、はい、なんか今欲しいアイテム、ファッションアイテムとかってあったりされますか。スニーカーじゃない。スニーカー今これ欲しいっていうスニーカーありますか。スニーコンポジット赤のやつ。あ、いいですね。このプロですね。あれかっこいいですよね。あれかっこいい。普段ファッション毎月どれぐらい使われてたりします。
スニーカーぐらいちゃいますかね、立ってもヘッツっすね僕変わりました。普段なんですけども、まあ、これ YouTube なんですけども YouTube って結構見られますあんまり見ないですね。 YouTube でこういう動画やったら見たいなとかってあったりされますか？ありがとうございます、はい、ちょっと言わしたみたいな感じになってるんですけどはい、ということでありがとうございました。はい、ということで本日のファッションなんですけども、まあ、本日はですね、グレーと黒だけを使って、なんですけども、まあ、上はステューシーパターンの、パーカーですね。下は黒のパンツで、靴は、キックスはですね、この間ゲットいたしました、コンポジットプロのピュアプラチナですね。で、まあ、キャップはステューシーの、まあ、よく生地もかぶってるキャップですね。まあ、という感じで今日は、まあ、グレーと黒で、まとめてみました。なんやろね。上がコロニーの、つばひろ。この T シャツがオープニングセレモニーというブランドを、着てます。で、今日ね、リカルド・ティッシー明日になるんかな、多分この動画をアップするっていう明日か、まあ今日やと思うんですけど、あのリカルド・ティッシーが国内で発売されるっていうことやったんで、靴もリカルド・ティッシーの靴を履いて着てます。ビビでした。今日は、まあ、いつも黒やけどちょっと昔に着てた服を引っ張り出してきましたわ。わってないバンティーでブリング・ミー・ザ・ホライズンって言って、今ボーカルブラックアームですけど、これ8年ぐらい前にやってボーカルと会ったこともあるから、多分ボーカル俺の影響でブラックアーム始めました、それ以外は特に今日こだわってるのは、まあ、いつものパックドライフです。以上です。はい、ということで、まあ、4月入って、のスナップ撮影会と、まあ、普通のいつも通りの、まあ、スナップ撮影ということだったんですけども、はい、今日いかがでした皆さん。いや、激アツ、今日やばかったよね。こんなん撮れたねえ、うん、女性ももちろん撮れましたし、カップル、夫婦、うん、まあ、キックスもね、やばいキックスばっかでしたよね、今日。よかった、やっぱ春の力やね。ねえ、よかった。服装もね、いろんなスタイルの服装が撮れてよかったです。映ってはないけども、うん、声かけてくれる人らも、うん、そうですね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。また今後もですね、まあ、こういうスナップ動画もっとやっていければなと思います。で、またオフ会じゃないですけども、また募集をかけてね、やっていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしていただければなと思います。はい、ということで、まあ、4月、まあ、これから暖かくなってくる季節でね、またこれからもファッションも変わってくるかなとは思うんですけども、ね、また撮っていきたいなと思います。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。せっかけた一大ゲーム、一体誰がこのレースをセーフ。しかれたレールには乗らない。 My life, keep my best. Nobody can so me. 限りある時間なら暇はない。無駄にはできない。今瞬く間に過ぎてく日々戦うチャンス。